バンベルク天文台で働いていた頃のホフマイスター、空のホフマイスターは、ドイツの天文学者、天体物理学者。ザクセンイコールマイ人間広告の、玩ングの町として栄えたゾンネベルクで、玩ング製造者の家に生まれた。幼い頃から天体に興味を示し、家業を継ぐための修行の一方で、天文学を独学で学んだ。第一次世界大戦で、 父親の商売がうまくいかなくなり、1915年にバンベルクの天文台の助手となった。1920年代半ばにゾンネベルク天文台を設立し、長期的な天体の写真観測を行うソネバーガー、ヒマラサバーウォッチンを始めた。天文台は1930年代に財政的理由でプロイセン州の管理となり、ベルリン大学の付属設備となった。戦後、 ゾンネベルクは東ドイツの地域になり、ホフマイスターは1943年、イエーナ大学の教授となった。ホフマイスターは、ゾンネベルク天文台で約1万個の変更星と5個の小惑星を発見し、水星 c 1 9 5 9 o 1の共同発見者となった。1968年に、ゾンネベルクで死去した。月のクレーターホフマイスターと、 小惑星、ホフマイスター及び食うのは、ホフマイスターの名にちなんで命名されている。ありがとうございます。